那覇市長選をめぐっては現在2期目の白間美紀子市長が引退を表明していて与野党が候補者の人選を進めています市政与党の選考委員会では県議で尾長武前知事の次男竹春氏を推す声があるほか尾長武氏の那覇市長時代を支えた知念悟副市長を推す声もあり関係者によると近く1人に絞り込むとしています 一方、野党は自民、公明の両党からの推薦が期待できる政治スタンスなどを基準に人選するとしていて知念悟副市長、自民県議の西目啓志郎氏、荒垣義豊氏、那覇市議会保守系会派の上里忠氏の4人の推薦が上がっています。す近く、選考委員会が直接4人の意思を確認する予定です。 那覇市長選は10月23日に投開票されます。